総額5億円相当の宇和海産真珠のジュエリーを集めたパールフェスタ2024が今日から松山市で開かれています。松山市の県水産会館で始まった JFA 姫パールフェスタ2024、会場には全国有数の真珠産地宇和海産のアコヤ真珠を中心とした総額5億円相当のネックレスやイヤリングなどおよそ3000点のジュエリーが並び、市価の3割から4割引きで販売されています。中でも一番高価なのがこちらのネックレス、10ミリ玉でなんと416万円です。私が今身につけているのはナチュラルグレーという真珠なんですが、光の当たり具合によって輝き方が変わるんです。存在感があって本当に素敵です。また愛媛の最高級のブランド真珠姫パールのコーナーや、真珠の粒の大きさや色味、長さが自分好みにオーダーできるコーナーもあり、訪れた人たちは手に取って確認しながらお気に入りの商品を買い求めていました。新調しようかなと思って娘たちも全部愛媛さんのを買ったので、とてもなんかこうキラキラしてて、見るよりもやっぱり身につけた方が良さがよく分かったなって感じですね。でまたこれ大切に娘とか孫に、継承していければいいなと思ってます。 JFA 姫パールフェスタ2024はあさってまで松山市で開かれています。